ちゃん気をつけてな。ティバちゃんに怪我させんなよ。ティバちゃん、気をつけてな。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん。ゴミもモンスターも増える一方。
お出まし。クラウドの腕前見せて。あっ、ここまで。いてつけ、うん、いくよ。すごい、これがソルジャーの戦い方。ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。クラウドがいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。
スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。さて、これはスラムの心得何番？覚えるのか？ここで暮らすんでしょ。さ、もう一息頑張ろう。モンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか、すぐに評判が広まると思うよ。さ、ビックスたちのところに戻ろう。ウェッジの見方ですか。便利屋協力者を選定中。協力者選定中。今月のモンスター動物数が出たよ。物を売るなら同業に最新のモンスター動物数だよ。入れ関係は全然の心配だけど、あの町に手出しはできないよ。あんた何でもやる。物を売るなら同業に最新のモンスター討伐数だよ。仕入れ関係はデリケートだよな。協力者を選定中。物を売るなら同業に挨拶しとけよ。仕入れ関係はデリケートだからな。あんた何でもやだって。物を売るなら同業に挨拶しとけよ。仕入れ関係はデリケートだからな。
向けに小さな物音も気になる。ゴールマーケットに来たまま帰ってこない女の子がいるらしいの。小さな物音。今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。ゴールマーケットに来たの。あなた噂の何でも屋さんでしょう。ああ。やっぱり。見て、今月この町で退治されたモンスターの数だよ。この数が多いほど町は安全になったってこと。ここだけの話、これあなたのおかげだよ。これからもよろしくね。たっぷりお礼するから。あんた真相回転なんでも屋なんだって。あんたなんでも屋だって。どうするならどうも。いつも協力ありがとう。どんどん住みやすくなってる気がする。なんでも屋さん活躍期待してるよ。モンスターどんどん倒しちゃってね。素敵なお礼を用意しとくから。なんでも屋さん活躍期待してるよ。みんなどんどんモンスターを倒してね。街は少しずつ安全になってきてるよ。やつが悪いの。子供たちに憧れだって言われるのよ。小さな物音が聞こえる。は少しずつ安全になってきてるよ。宿直室の屋根穴が開いてるよ。修理しなくちゃ。何でも屋にやらせてみるか。小さな物音が聞こえる。穴が開いてるよ。修理しなくちゃ。何でも屋にやらせてみるか。みんなどんどんモンスターを倒してね。街は少しずつ安全になってきてるよ。龍の持ち手のところはもう少し軽量化できないかな。武器屋、覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ武器屋持とう。自分に合う武器は武器屋で相談。これ、常識だよ。なあ、チンピラに見せる品はねえ。一体だ。やつがある。本当に強いの。やつがあれば